ハローテニスファン、ちなみです。いよいよこの対戦も最後の組み合わせとなりました。今回の対戦はこちらの組み合わせでいきたいと思います、はい、チーム柳川となるんですね。そうですよね。対チーム何ですかね、ネットね、ネットマン、ネットマン、サーバーのモレ、サーバーのモレや。俺最近ね、あのスライスおじさんって言われてる。スライスおじさん。スライスおじさん、あのリターンのサイドどうします？あ、俺あのアドサイドやる。どうし、ニュースに、いい。これはね、あのもうこの対戦が決まった時に、あの投手と組む時は僕はアドサイドやった方がいいな。っていう、もうイメージで、イメージ早いな。それは早いですよ。それは気持ちの準備だから。トシがやりたいなら俺デュースやるけど、でもいつもデュースでしょ。私は最近はそうですね、うん、レフティーがいるからさ、レフティーがいるからね、うん、だから俺はトシがデュースサイドやって、俺がアウトサイドで、まあそのうん、それでもうイメージしてきてる。そうだね、3ヶ月前から3ヶ月前から崩しちゃダメ、崩しちゃダメ。今こちらもあのチーム柳川も小声で打ち合わせしてましたけど、どうなったんですか。まあだってちょっとこうやっとこと、アドだもんね。そう、こうは言ってもらって、まあバックですかね。岩渕さん、龍さんって見たことないもん。やったことあるんだけど、外国人と組んだとしても、まあ多いよね、ほとんどこっちだね。ルールは一緒で、はい、ラストの対戦楽しみにしていきます。頑張っていきましょう。お願いします。お願いします。ます。ああ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 あ。9月は東レ PPO テニス、国内最大国際女子テニストーナメントのチケット販売中。有明コロシアムに来てね。ナンバーはフラワー。ナンバーはフラワー。あ、どの。じゃあナンバー。はい。お、お、ま、うまい。で、ナンバーです。よし。高尾さん、サーブ先にやってもらってもいいですか。もちろんです。あ、来た。じゃあ僕が行きます。はい。キャプテンやります。こっち、はい、サーブ。よし。柳川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 。もう卒業して何年ですか。数えきれん、30年ぐらい。これが30年以上経つ。僕もそれ27、8年、そうだね、まあ、組むの25年ぶりぐらいです、ね、柳川の団体戦の気持ちでいこうか。気持ちよし、柳川一本。何、うん、かあったらあの話でしょ、okay。 うん、単独行動は全然 OK だけど、あの基本ベースはあまり大きく変えません。はい、よし、柳川一本。よし。柳川の応援は今日いないからね。OK。 お願いします。お願いします。お願いします。すいません。Thank you。 肩は広いから多分股が広いから。リフティラブ。よいしょ、よいしょ。タイミングがやっぱとしゃうね、あの、はい、リターンに対してタイミングがやっぱいいね。外行きます、はい、外してきた、はい、よし、ボレーさせます。サーティラー、はい、うん、うわー、切れてる、切れてる。ナイスアップ。切れてる、はいよ、はいよ。あれは取れない。よし、フォーティラー、うん、うましょうがないよね。グラステニスみたいだった。かっこよ。今ちょっと距離があったけど、はい、ちょっともう一回見たい。もう一回見たい。もうね、柳川っぽくないな。もう一回外。はい。本当に。フォーディティ、ナイスショット。買ってきた。ナイスだ。そこよくみんな届くな。うん、だからちょっとサーバーのフォームが変わるときあるんですよ。うん、ここの上げ方がちょっと違うとき。どんだけ見てる。長年やってる。なんだ。フォーティサーティ。ノッ。惜しい。ナイスアップ。そこが抑えられないわ。ナイスプレスマン。ね、すごいナイスナイス。相変わらず手元の伸びがある。これポリではなかなかあれ出ない。うん、僕はできない。よし、行きましょう。よいしょ、はいや、カモン。
アミン。ストレートに行っても大丈夫なようにしとく。オッケー。こっちは俺準備しとくから。どっちが？どっちからか。オッケー。一発目それで。はい。オッケー。ちょりちょりでいきますよ。はい。プレッシャープレッシャー、お前、上げた前。俺もその同じで、あのセカンドはリターンダッシュする。オッケー。なあなあ、これだ。つながってないよ。よし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 。ナイスナイス。ちょっと間が出ちゃったな。早く勝負しないと。タカティ沈めてくるから。うん。オッケー。あ、キープか。そう。終わった。終わった。よっよっ。ああ。返しただけになっちゃった。今足我慢できなかったここでそれそれよし、やべ、サーブが入らなくてきた。よっしゃ、このリターンがいいぞ。よしよしよし、ナイス。おやすみなさい。3ヶ月前がイメージしてるから。いや、まず岩渕さんのレフィーがレフィーだった。いやいや、まずごめんごめん、全然動けない。ストーリー、さあ、ここからいけいけ。はいはい、ボディーかな。 OK。 ちょっとサーブ入ってないです、すみません。よっよっ、ノッ。 OK OK OK。 ナイスボー。ナイス。ごめん、すみません。一回一番やっちゃいけないサービスダウン。どうもどうも、まだまだまだ。しっかりエネルギーのあるサーブね。はいよ。うん、結構。うわ。ああ。おお。おお。ウィンブルドンかな。しょうがない。身体能力で。一昨日までウィンブルドンだけど。危ない危ない。危ない危ない。何歳までダイビングしてる。ダイビングしてる。ちゃんと転がるのもうまいもん。うまいもん。ね。あそこもっと外ならポール行けるけど、今のとこから行けない。いや、ポールしてほしかったな。いや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 、プレステのゲームだったら曲がるだろうけど、実物では曲がんないよ。さ、待ってたんだけど今ね、待ってたけど打てない打てない。ノッコ。結構スピンがかかる。よく返したい、うん、腕が。一歩行きましょう。一緒でね。はい、OK、はいよ。ファーストサービス行こう。はーい。うまいなー。よいしょ。うまいなー。よし。うまいなー。しょうがないね。しょうがないですね、今のは。相手を褒めるべきだ。うまい。返してくるな。ナイスリターン。ナイスリターン。ナイスリターン。返しやすいのかもしれないね。もう今リターン打った瞬間うまいと思ったよ。ボディの。ね。感心してる場合じゃない。感心してる場合じゃない。いや、うまい、リターンうまかった。さあ、強気でいこう。はい。はい、いこう。
ちょっとフォルトって、うん、フォルトだと思う今、うん、あフォルトだと思う、うん、フォルト言わせてください本当にこんなんだけど本当に見えた俺は。ああしやしやしあれあれあるよ。いやあるデュース坂本さんがベンチにいると思って。うわもうナイスグッソルそれはしょうがないグッソル浅いとこ入ったね今、うん、ノーマルディノーマルディノーマルディはいよ。ナイスナイスよいしナイスキーナイスキーグッだからねスペースは今日あの見逃し三振が結構動けないのかね。やっぱ早いよね。早い。投手のサーブ。今のはね、タカディのサインなんだ。うん。もう岩渕さん分かってるから。そして言っとけって。あ、ちょっとここキープしないと。よし。終わっちゃうからね。よしよしよし。相手にならないってなっちゃうから。取るの取っちゃいましょう。はい。ただはい。うん、強気で、強気でってか、思い切ってやってください。なんとか、1ゲームは取りたいな。よしか。よし。さあ、わあ全然入ってるわ。ナイスアブ。レフティーであれやられると嫌なんだよね、うん。もう全然ナイスアブ。ネットです。ファースト。ティー。はい。フェイント。ヒントされた今。うわっ、あっ、そこ通されたか。いや、ストレートをね、ケアして、ね、うん、オッケーオッケー。一歩がきつく、一歩が重くなってきた。はい、こうだからね、もう。そう、見てるからね。見てるからね、うん、はい。一歩行きましょう。あ、フォルトだと思うな。全然後ろや。おぉちょっと一回やってみたかった。やってみたかった。激速い。ファーストより20キロぐらい速い。現役の時一回もやったことないよ。想よりも縦が入るな。ここすごいでしょ、カーブってクーってのなんかね、横滑りとは違うんだよね、うん、この横滑りだともうちょっとなんかね、この低く入れるちょっと縦に来る感じする。ちょっと縦に来るんだよ。あ、じゃあサインどっち。こっち。 OK。 あーしよしよしよし、あ、ナイスアップ。サーリー、Thank you。よし、さあここよし、ちょっと一個ブレイクしたいな。そうですね、うん、道よし、体からよ、OK、構えといてよ。はい、うん、よし、あ、さあさあ、いつも永遠の課題スリーは、はい、ユーユー、あ、なんなんあったあった、OKOKOK。 そうです、慌てないでね、対応しないと。オッケー、外行きます、はい、よし、フィフティーナップ、うん、よっ、もう構えてたよ、もう構えてた。ナイスナイスナイス。目があったよ今。もうそこは通させない。目があったよ今今俺まで取りに行こうと思ったよ。矢渕さんも取りに行こうちょっと前だな今は。もう視聴者も取りに行こうとしたよね、もう今。よし、サーティラ、うん、うわー、あらあら、ケケ思ったより勢いあったね。顔が突っ込んで、うん、気持ちがきすぎた、ね、気持ちがきすぎ、いやー久々にああいうのやったな、俺今、うん、はい、ね、簡単じゃない、簡単じゃない、オッケー。どこですか、ここですか。うん、それ、はい、うわぁ、ちょりちょりやりすぎなんだよ俺も。あぁ、カモン、あれあれ、
一本いきましょう。ウェイクアップ、カモン。オッケー。サーティオール。サーティオール。よし、勝負勝負。フー。Let's go。はい。はいや。ちょっとタイミングが早い。もう少しゆったり。遅れないように。よし。よし。ナイスいた。よく見た光景だな、あれもな。味方で。さあ、ここだね。はい、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 はい。いいね、この緊張感。カモン。よし。30、40。はい。OKOKOK いやもうあんなのもうよくよくさ引っ張ったね今ね。いやもう決め打ち、いやもう T 決めといて、うん、あとはもう引っ張って俺がスローモーションがしちゃった。いや OKOK、うわぁ勝てよ、うわぁうわぁラッキーラッキーナイスナイスキャッチや、私ナイス、ナイス、岩渕さんもナイスだ。ここはどっちで、もう一回 T、 はい、T でね、はい、さすがアドバンテージレシーバー、うわっ、ここか、オッケー、押さえた押さえた。あれはウォッチできない。この場面ではウォッチしちゃダメ。ウォッチして入ってたらもう全部弱気になるから。ノワードです。ノワードこれ、事実上のマッチポイントだっけ。オッケー、よし、ここはこれね、事実上っていうかマッチポイントだから。ノワード、ゴーゴーゴー、うわよく通ったすげえ、投手も1球目よく通ったね。ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。バックだっけ。すごいすごい。バックバックバック。あれ今ミツどのリターン打った。フォアで打った。バックでシャンクしたんだよね。ちょっと当たり悪くなってバック。今そうバックだと思う、リターンは、ね、うん、ボディ打ったの。入ってたでしょ。うん、センターセンター、うん、入ってる。ボールは全然入ってる、うん、シャンクっぽいやつ高いの、うん、よくブレイクできたね。でもタガティのサービスって、うん、ここ1年2年で、うん、もうほんと数回覚えてるぐらいにしかブレイクされないんですよ、うん、価値あるんでしょ。年1か、ほんと年2ぐらいです、うんうん、あ、ごめんなさい。よし、ここでやだよ、道。ちょっとあの、僕あの足がプルプルしてる。大丈夫大丈夫、まあ真ん中、okay、センターセオリー系で。はあ、なんか吸ってますね。まあまあ、一緒になってますね。あの王道でいいと思う。王道で、okay、うん、こっち待ってるから全然。久々にブレイクされたな4年ぶりぐらいそんなわけないよし、マジか。よし、3人こっちからしゃ、よし、あ、惜しい。実に取れた。いやいやいや、でも手が取れた時も入りそうだったよ。いやもうこういったらだったから今結構惜しかったよね。全然惜しかったよ、もう入ったと思うし。いいよ、いっぱいいこう、いっぱいいこう、はい、さあ、あー、ブラボー、スーパー。やばい、岩渕さんのプレー良くなってきてる。今のはちょっともう顔に書いてあったもん、ストレート。もう一回カモン、一本返そう。オッケー、高校じゃないな、ごめん。ナイスナイス、ストレートアタック行くんで見てて。ナイスナイス、それを準備してるから。いかいかいか、ちゅうか高尾リターンすっげえ当たってんだけど。オッケーオッケーオッケー。なんかそんな通じないか。もっとバックに上げたつもりが、ごめんなさい。ダブルスは作戦や。ダブルス。なんかしてくるなと思ったんで。いや、ここでロブ抜くのはもう死なんないでしょ。せめてこっちにさ、上げたかったけど、コントロールミスだ。ナイスだ。ナイス変化球。ああ、いや、
力あるね。すいません。ありがとうございます。あーおわーよっよっ先輩ありがとうございます。先輩これ合ってないんだけど確かにもうあれだね、ラブさんも完全に目が合ってきたね。急に良くなってきた、ね、ちゃんと目がついてない、思い出してきた。ありがとうございます。タイブレイクです。タイブレイクね、はい、はい、よし。うらいさあ、おおまあね、ちょっと今感覚が合ってきたの、さすがしょうがないよ。そういうの打ってたよね。打ってた、打ってた、打ってた。打てるんですよ、僕は。惜しい、惜しい。よし。あれは返す人がいたんですかね。いやいや、いるいる。あれは返るもんなんですか、左利き目。とよく曲がるな。ああ、キャッキャッ、今ね、なんか矢部さんの調子が整ってきてる感じが僕はする。気をつけよう。 OK、 どうし、ここね、どっちかな。1、2です。ワン、ツー。すごい後ろからのバタバタバタって声聞こえて、あ、俺邪魔しちゃいかんなって思ったら誰もいなかった。よし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 、息が合わない。や、なんか後ろからすごいバタバタバタってきたから、あ、じゃあ、あ、誰もいないみたいな。トゥーゴールです。はい、ショートコントみたいになっちゃった。ああ、入った。トゥーグッド。はい、シャッ、行こう。サードサイド、このサーブの後のすぐのリターンだからね。はい、頑張んないと。息継ぎなしや。サーブか俺。よしよし。しちゃった。おー、神。ナイスナイスチョイス、ナイスチョイス、ナイスナイス。今勢いやった。いいサーブだ。ちょっとルーズすぎたな。もっと近いところ。集中してて。二人して気づいて。逆いきます。はい。こっちね。最後。OK、はい、するよ。難しいよね。どうしの何にするたんや、あれは。あれは難しい、ね、ごめんごめんごめん、ね、ナイスだナイスだ。やりすぎた。4-3です。はい、よし。おー、よしよしよし、オッケーオッケー。一本勝負だ。え、これで一本勝負なんでしょ、これでも。また、また私。オッケー、オッケー、オッケー。これは、これマップ両方。よし、ダブルマップね。オッケー。はい、こう。え、これラストポイントだよね。ラストポイント、ラストポイント。最後、フォール。あ、オッケー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 。オッケー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 。 Thank you。 ナイスだ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 。ごめんごめん、一本まで行ったね。いやー、しびれた。ナイスだ、面白かった。ナイスだ、ナイスだ、ありがとうございました。ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ、ナイスだ。いやー、しびれたね。最後ここに当たって、最後フォアだと思った。そう、フォアだと思って握り返っちゃった。そうだよね。え、ボディに来たの。ボディに、ポク行った。ポクこっちから入ってったから。でも俺らの間ではワイド待ってるからね、そうそう、センターでっていう。本当です。そう。か。東レパンパシフィックオープンテニス。ということで最終戦の結果は4-3でチームレッドプレイヤーの勝利となりました。ありがとうござい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 ました。岩渕さんが一番最後の疲れてるとこが、ボレーがバシバシ、なんか楽しくなってきた。体が慣れてきて、慣れてるってことはないけど、まあでもやっぱね、ところどころやっぱね、まあもちろんね、もちろんね、間に合わないけど、そうだね。でもサーブはやっぱり取れないでしょ。あ、ね、デュースサイドでの左利きの感覚と全く違う、うん、やっぱりその浅いところに入るじゃないですか。でデュースサイドの矢渕さんのセンター打ったとしても浅くは多分入らないね、うん、
だからそれでやっぱ思ってる以上に曲がってるなって感じさせられて、結局ここに当たる。そう、先っぽ当たる。もうね、あのクリーンヒットさせようと思って準備してんのに、もう振りに行った時に、あ、当たんないわっていう感じになっちゃって、だからやっぱり左利き嫌ですね、このアドサイドは。でもダブサイドでも左利きが一人いるとなんか楽しいですよね。戦術がいろいろ見えてきて。いや、本当そうだと思います。最後の一本いかがでしたか？緊張感。最後の一本やっぱ痺れましたね。やっぱ最後どっちもマッチポイントっていう。そうですね。あのこのルール、それが面白いっていうか怖いっていうか、サーブである程度サーブ力がダブルスだとこういう感じにやっぱなるんですよ、準備してただけあるね。メンタルがいいね、役者。3ヶ月前からメンタルのね、その準備はできるから。体は難しいから、それはちょっとなんか安心感あるじゃない。俺も黙っててもいいやと思うから、この人についていこうと思っちゃうもん。やっぱ言うとおりにしとけ大丈夫、大丈夫だって。とりあえずじゃあサーブのコースここ打っときゃ、言われた通りやっとけば大丈夫だと思ってた。安心感がある。準備してますから。そう、準備してるから。イメージしてるでしょ、今日の試合は、ね、試合イメージ、うん、だからもうちょっとね、返したいなって思い言ってたけど、これだけ準備しててもやっぱり、もしね、ここに来るまでたくさん練習しててあれだったら悲しいけど、矢部さんと別にね、対戦はしてなかったから、まあ、返せなくてよかったです、逆に左利きやっぱり。さて、試合やってきたわけですけれども、今日一日を振り返っていかがですか、松選手。俺いきなり俺準レギュラーだよ。準レギュラーだよ。順番で、まあ、僕らはいいですよ、お二人年から。どうぞどうぞ。いや、3試合楽しかったのと、僕個人的にはやっぱり岩渕さんと同じあのサイドに、何年ぶりですか、もう。いや、だから最後の試合以来だから。あ、引退試合の。15年以上経ってんじゃないですか。そう、15年ぐらいか。だからちょっとね、その、そわそわ感とか、こうもう緊張したところしかプレーし一緒に出てないから、だから、そういうのをなんかまた蘇ってきて、で、ちょっとまた、時間あったら教えてください、ダブルスの時にね。すげえ勉強になった。勉強になります、本当に。ありがとうございました。岩渕さん、お願いします。いや、僕はもうなんかやっぱりこのメンバーってずっと本当に長いこと切磋琢磨してきた中で、で今日このメンバーできたのすごい嬉しかったし、まあ、組んだ時と相手にした時とのまた違いとかもすごい面白かったし、なんかすごい幸せな時間を過ごさせてもらいました。楽しかったです。ありがとうございます。これで岩渕さん回シリーズが最終回となります。この4人の、ね、掛け合いを見ていると、あ、本当に同じ時代を同じようにこう切磋琢磨して本当に生きてきたんだなというのを、まだ頑張ってますから、ね、ありがとうございます。信じられないですね、はい、今後のスケジュール、今後のスケジュールはテニスやりますよ。もうツアーね、ツアーってことでね。そう、ツアーはだから、カザフスタンとポルトガルに行って、で、アジアが今度中国が復活したんです。はい、で中国とか、あとはその、まあ、もしかしたらそういうジャパンオープンとか、なんだ、ジャパンなんだっけ、チャレンジャーシリーズとか、チャレンジャーシリーズね、あと全日本選手権とか、そういうその日本アジアのシリーズが続くので、まあ、そちらにトライしてみたいなと思います。今日もやっぱ上杉プロと一緒に組んでっていう、そうですね、ことですね、スケジュール的には。まあ、できればやっぱもうここまで来たんで、まあ、できるだけやってみて、今年どの辺で終わるかっていうのをちょっと見てみたいですけどね。はい、まあ、我々の希望としては、まあ、50歳ぐらいまでは普通にやって、60でちょっともう、膝痛いよぐらい感覚でいてもらえると怖いね。頑張ってほしいなみたいな。でもそれまで俺ら頑張っとかなきゃいけないから、大谷さんの前でチャンネル続けて頑張って、はい、そう、昔こうだったよねっていうように。そうですね、頑張ってください。本当に、いや、もう本当にありがとうございます。頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。9月は東レ PPO テニスということで、奈良くるみプロがアンバサダーを務める国内最大の国際女子トーナメント、東レ PPO テニスをみんなで見に行こうのコーナーでございます。国内で世界のトッププレーを見れる素晴らしいチャンスですね。そうですね、やっぱり東レ PPO テニスはですね、まあ、やっぱり歴史がまず長くて、1984年からスタートして、はい、いる大会で、優勝すると世界ランキングのポイントが500ポイントもらえるというグレードの大会なんですけど、まあ、上に1000、
2000ポイントもらえるグランドスラムとありますが、この WTA500 というのは世界のトップ20だったり、あとトップ10のプレイヤーもですね、数多く参加する最高峰のレベルの大会と言えますよね。そうですね、トップ10の選手がやっぱり WTA500 のグレードの大会のポイントを取ることによって、やはりトップ10内でのこのランキングが変わるので、非常に重要な大会になると思います。多くのトッププレイヤーが、日本が大好きな選手が多いので、たくさんの選手が来てくれると思います。奈良さんも、何度もご出場されてきたと思いますが、まあ、やっぱり国内の最大のやっぱり大会になるので、東レ PPO に出たいっていう気持ちはやっぱりジュニアの頃からあるものなんですかね。見ていた、憧れていた大会なので、プロになってこう出場した時の喜びは覚えていますし、出場できるようになってからはやっぱりこの国内で皆さんにこう自分のプレーを見てもらえる数少ない機会なので、すごく楽しみにしてました。歴代の優勝者がですね、伊達公子さん、ヒンギス、グラフ、ナブラチロワ、シャラポワ、ウォズニアキ、クビトバ、大坂なおみ選手などなどです。もうそうそうたる顔ぶれが、もうね、グランドスラムでね、優勝している選手たちも多いですよね。奈良さん、今年は東レ PPO テニス一味違うんですよね。はい、今年は皆さんテニスフェスです。実際に来場された方が参加できるような体験型のプログラムだったりとか、テニス見ながら食を楽しむっていうのも大きな楽しみのポイントだと思うんですが、世界のキッチンカーが来たりとか、なんかオリジナルスイーツまで開発しているということなので、ぜひちょっとテニス以外の部分もですね、ぜひ会場で皆さんに楽しんでいただきたいなと思います。皆さんにぜひ生のテニスを感じてほしいです。テレビだったり画面を通じて見るのももちろんいいんですけれども、やはりこう会場に実際足を運んでいただいて、場合によってやっぱりこう練習コートを近くで選手たちを見るっていうのは、やはり会場に来ないと見れないものですから、ジュニアとか、ね、学生なんかもそこで見てファンになって、もっともっとこうなりたいっていう思いも、ね、出てくると思います。ということでですね、チケットの情報はですね、概要欄に URL を貼っておきますので、皆さんぜひチェックしてみてください。トレー PPO テニス来てね。バイバイ。